ベツレヘムの人口調査は、フランドルの画家ピーテル・ブリューゲルにより1566年に描かれた油彩画である、ベルギー・ブリュッセルのベルギー王立美術館に収蔵されている。ベツレヘムの古跡調査とも、ベルギー北部のフランドル地方にある冬の農村で、同地を支配していたスペイン・ハップスブルク家によって人口調査が行われ、人々が税金を取り立てられている様子が描かれている。 時刻は日没が間近に迫った夕暮れの薄暗くなった頃である。画面前景の中央やや右寄りで青色がかったマントを身にまとい、ロバの背に乗っている妊娠した女性は聖母マリアであり、大きな茶色の帽子をかぶり、大工であることを示すノコギリを担ぎ、ロバを引いている男性は夫のヨセフである。ヨセフが指さす方向に立っている居酒屋が、 臨時の税金徴収書になっている。軒先から下がっているツララとリースの間の壁に、ハプスブルク家の紋章である相当の和紙が掲示されている。人口調査を受けるために、ヨセフがイエスを解任したマリアをオロバに乗せて、ベツレヘムにやってきて、同じ目的で集まった人々の群れの中に加わろうとしている。これは、新約聖書のルカによる福音書の中に見られる一節である。 ブルーゲルは、新約聖書の世界を、彼が生きた時代のフランドルを舞台に展開させたので、ある。居酒屋の前には、当時の農村で冬に、習慣的に行われていた、豚の食肉処理の様子が描かれている。西南学院大学の井口正都氏は、ブルーゲルの絵画世界は、世界が全体として存在するから、ベツレヘムへの人口調査に向かう。 マリアとヨセフの物語が特殊な意味を持っているのだというように反転して描かれているのである主題が日常性の中で相対化された出来事として描かれることによって主題が遠隔化されながら生き続けているのだと述べている。ありがとうございます。